コネチカット州ニューヘイブンのユニオニ駅に停車するアセラエクスプレス北東回路はアメリカ合衆国ワシントン DC からボストンまでを結ぶ鉄道路線である。アメリカ国内で乗客数及び列車運行本数が最大の路線でもある。全線が電化されておりワシントン DC からボストンまでのボルチモアウィルミントンフィラデルフィアとレントン。 ニューアーク、ニューヨーク、ニューヘイブン、プロビデンスといった最も人口密度が高い都市化された地域を運行している。また、キーストーン回廊として知られるフィラデルフィアとピッツバーグを結ぶ支線、ニューヘイブンマイナススプリングフィールド線として知られる、ニューヘイブンとスプリングフィールドを結ぶ支線、エンパイア回廊として知られるニューヨークとナイアガラフォールズを結ぶ支線など、いくつかの通勤輸送の支線がある。 アメリカ合衆国で最も旅客の多い駅はニューヨークにあるペンシルベニア駅で北東回廊の中心となるターミナル駅である。北東回廊の特徴は架空電車線方式を採用して高速鉄道を走らせていることが挙げられる。路線の大半はアムトラックが所有、運営しておりアメリカ合衆国で唯一の 真の高速鉄道であるアセラエクスプレスを運行している。また、アムトラックは在来速度の一般列車も走らせているほか、各私鉄の貨物列車も同じ線路を走行している。北東回廊沿いでは他にいくつかの事業者が電車もしくは機動車で地域輸送を提供している。そうした事業者としてはメリーランド州とワシントン DC におけるマーク、 マサチューセッツ州とロードアイランド州におけるマサチューセッツ湾交通局ニューヨーク州とコネチカット州におけるメトロノース鉄道ニュージャージー州とニューヨーク州におけるニュージャージートランジットペンシルベニア州デラウェア州ニュージャージー州中心部における南東ペンシルベニア交通局コネチカット州におけるショートラインイーストがある 北東回廊の本線のほぼ全体にわたって、週間高速道路95号線がすぐそばを並行して走っており、高速道路上から北東回廊を見ることができる場所がある。コネチカット州ではすぐそばを走っており、場所によっては全く同じ曲線を描いて走っている。北東回廊で本数最多の区間は、ボストンスプリングフィールド。 マサチューセッツニューヨークワシントン DC の間で毎日多くの列車が運行されている。アトランティックシティは金曜日、土曜日、日曜日にアトランティックシティエクスプレスサービスが運行されている。カーディナルはシカゴとワシントン DC を北東回廊経由で結んでおり、水曜日、金曜日、日曜日に運転される。アトランティックシティエクスプレスもカーディナルも 週3回の運行である。アムトラックは、北東回廊とその支線沿いの都市同士を結ぶ、都市下に輸送シェアのの14%になっており、それ以外は、航空機、自動車、長距離バスが担当している。北東回廊の駅に発着するアムトラックを呼び、その他の事業者の列車は、以下の通り、アムトラックに加えて、複数の通勤鉄道事業者が、 北東回廊を運行している。運行終了したモノ北東回廊における貨物営業は線路利用権によって提供されている。ノーフォークサザン鉄道がフィラデルフィア以南で CSX トランスポーテーションがニューヨークからニューヘイブンまでとマサチューセッツ州で権利を持っている。CSX トランスポーテーションは北東回廊から分岐している。 メリーランド州ランドオーバーまでのランドオーバー支線と、ボーイーまでのポープスクリーク支線についても、権利を持っている。フィラデルフィアからニューヨークまでは、かつて北東海老前線で営業していたコンレールが、CSX トランスポーテーション及び、ノーフォークサザン鉄道に対する、入れ替え専業鉄道として、今でも営業している。プロビデンスウースター鉄道は、ニューヘイブンから、 ロードアイランド州までの区間での地域貨物営業を行っており、またニューヘイブンからニューヨークまでの付随的線の利用権を持っている。北東回廊は旅客輸送が主体の路線であり、アムトラックと各州の機関が共同で所有している。アムトラックはワシントンからニューヨーク北の郊外の町であるニューロシェルまでの線路を所有している。ニューロシェルからニューヘイブンまでは ニューヨーク州及びコネチカット州が所有しており、メトロノース鉄道の通勤列車が運行されている。ニューヘイブニ北では再びアムトラックの所有となり、この区間はロードアイランド州とマサチューセッツ州の境界までである。この宗教からボストンまではマサチューセッツ州が所有している。アムトラックの所有している北東回廊の区間では、 2006年に何度か目立った電力システム障害やその他のインフラストラクチャーの問題を経験している。断続的に発生する停電によりアムトラックや通勤輸送列車に最大5時間の遅れが発生したことがある。鉄道監督当局はアムトラックの財務上の問題が建設されて100年にもなる線路や電力供給設備の劣化の原因であるとしている。 アムトラックはニューヨークのペンシルベニア駅、フィラデルフィアの30番通り駅、ボルチモアのペンシルベニア駅、ワシントン DC のユニオン駅を所有している。ニューヨークとワシントン DC の間ではアムトラックがメトロライナーを電車から機関車牽引列車に置き換えた1980年代中頃から踏切の除去が進められてきた。北東回廊には全部で11の踏切が 残されており、すべて、コネチカット州南東部にある。駅のすぐそばにある、ニューロンドンの3つの踏切以外は、すべて車線の全部を閉鎖する遮断機が付けられており、車線の出口側の遮断機閉鎖の遅れ時間のない、方式である。アムトラックの関係者に閉じ込められた自動車がいることを、警報するために、遮断器内の空間に誘導ループ線が設置されている。 北東回廊の区間のうち、第二次世界大戦前に電化された区間は、交流 25Hz11000V となっている。一方、アセラエクスプレス運行のために20世紀末になって、電化された、ニューヘイブン以北の区間は、現代において、標準的な交流 60Hz25000V の電化方式を採用している。 メトロノース鉄道が運行している区間では、25Hz11000V の電化方式を変更して60、60Hz12000V とした。このため、北東回廊では、ボストン、ニューヘイブンが 60Hz25KV、ニューヘイブン、マイナスヘルズゲート橋が 60Hz12KV、ヘルズゲート橋ワシントン DC が 25Hz11。11 KV と3種類の電化方式が混在することになった。この区間を運行する車両は、これら3つの電化方式に対応するようになっている。新規に建設されたヨーロッパの大半の高速鉄道路線と異なり、北東回廊は最も古い区間では1830年代に建設され、それぞれの区間で別々に建設された既存の路線を使っている。 最も新しい区間で、ヘルゲート橋とニューヨークコネクティング鉄道の区間が1917年、開業である。ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道が、北東回廊のプロビデンスボストン間を含む、オールドコロニー鉄道を買収した1893年に以来、北東回廊は2社が保有してきた。ワシントン DC からニューヨークまでが、ペンシルバニア鉄道で、 ニューヨークからボストンまでがニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道であった。両者の所有する北東回廊はフィラデルフィア・ワシントン本線とかフィラデルフィア・ニューヨーク本線、海岸線などとして知られた。ワシントン DC とニューヨークの間を結ぶペンシルバニア鉄道はニューヨークのマンハッタンの中心部に地下にペンシルベニア駅を二十世紀初頭に建設した。 西側のニュージャージー州からトンネルに入り、ハドソン川をくぐって、マインハッタンに、ペンシルベニア駅があり、そのまま地下のままでイースト川をくぐって、ロングアイランド側のサニーサイドヤードへ通じるようになった。一方で、ボストンとニューヨークの間を結ぶニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道は、やはり同様に20世紀初頭に、地下のターミナル駅として、 グランドセントラル駅を建設した。マンハッタンに北側からアクセスして地下線で南下してグランドセントラル駅へ到達する構造となっていた。両社の駅は近接していたが直接接続する線路はなかった。両社を結ぶのが共同出資で設立されたニューヨークコネクティング鉄道でニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道の路線の途中から分岐して ヘルゲート橋でロングアイランドへ渡り、ペンシルバニア鉄道のサニーサイドヤードにつながる構造となっていた。この構造のため、ボストンからワシントン DC まで投資で列車を運転しようとすると、ニューヨークコネクティング鉄道を経由して、ペンシルベニア駅に発着することになる。しかし実際には、両者が同一の事業体になるまでこうした列車はほとんど運転されなかった。 1968年、ペンシルバニア鉄道は、かつてのライバルであった、ニューヨークセントラル鉄道と合併して、ペンセントラル鉄道となった。ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道は1969年に、ペンセントラル鉄道に合併され、これにより、ワシントンからボストンまでの北東回廊全体が、ペンセントラル鉄道一社の管轄下に入った。 1971年にアムトラックが設立され、都市間旅客列車は政府の管轄下に入った。1976年にはペンセントラル鉄道が倒産し、政府が出資する校舎であるコンレールが引き継いだ。すでに都市通勤輸送の機関に対して売却されていた区間を除き、北東回廊の区間はアムトラックに対して売却された。 北東回廊の買収は、その当時は、議論を呼んだ。アメリカ合衆国輸入省は、政治的な理由により当初は、アムトラックが、北東回廊再建の管理を認めるまで数ヶ月に、わたって、この売買を差し止め、資金供給を保留していた。現在の北東回廊を成している区間で、蒸気鉄道として運行されていた路線を電化する、プロジェクトは、1896年に、 ボルチモアオハイオ鉄道のボルチモアベルト線及びニューヨークのグランドセントラル駅へのニューヨークセントラル鉄道の区間の一部としてのニューヨークハーレム鉄道のパークアベニュートンネルの区間から始められた。後者はニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道も線路使用権を持っている区間であった。世界で初めての電化された。 都市鉄道ターミナルとして1900年にパリのオルセイ駅が開業して電気鉄道という新技術が実用可能なものとなりニューヨークセントラル鉄道はグランドセントラル駅とモッドヘイブンの分岐点の間の電下を検討し始めた電気鉄道はすでにニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道のいくつかの支線において運行されていたがそれは第三機上方式 または架空電車線方式のインターアーバンであった。当時使用されていた蒸気機関車の排気による大気汚染で視界が悪化して発生した1902年1月8日の死者17人の事故により公衆からの避難を受けてマインハッタンにおける電気鉄道運転への後押しがされることになった。ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道は1905年に ニューヨークからスタンフォードまでの本線を電化すると発表した。1912年に開業した新しいグランドセントラル駅の建設と並行してニューヨークセントラル鉄道は路線の電化を進めハドソン線のハイブリッジまでの電車の運転を1906年12月11日に開始した。グランドセントラル駅まで1907年2月13日から 電気機関車が乗り入れを開始し、ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道のマンハッタン乗り入れ旅客列車がすべて電気運転となった後、1908年6月30日からグランドセントラル駅へ乗り入れるニューヨークセントラル鉄道のすべての旅客列車が電気運転となった。1914年6月22日にニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道の電化は ニューヘイブンまで伸びたが、長年の間電化はここまでであった。同時期に、ペンシルバニア鉄道は、ニューヨークのペンシルベニア駅と、そこへの電化された乗り入れ路線を建設していた。ペンシルベニア駅に乗り入れるのは、ニュージャージー州における、ペンシルバニア鉄道の路線と、ロングアイランド鉄道であった。ロングアイランド鉄道の電気運転は、1905年に、 ブルックリンからジャマイカまでのアトランティック支線から始まり、1910年6月にはペンシルベニア駅までの本線としてロングアイランドシティへの路線でも始まった。ペンシルベニア駅は1910年9月8日にロングアイランド鉄道向けの営業が始まり、11月27日にはペンシルバニア鉄道向けの営業も始まった。 ペンシルベニア駅へ乗り入れるペンシルバニア鉄道の列車はマインハッタントランスファー駅において蒸気機関車から電気機関車に機関車の交換を行いまたここで列車同士の乗り換えもできるようになっていた1911年7月29日にはニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道は後にニューヨークコネクティング鉄道とそのヘルゲート橋が完成することによって 本線となったハーレムリバー支線という郊外の支線を電化した。ヘルゲート橋は1917年4月1日に開通したが、1918年まで蒸気、機関車牽引で運転され、ペンシルベニア駅の東側にあるサニーサイドヤードで機関車交換をしていた。1905年にペンシルバニア鉄道は、 フィラデルフィアの郊外の路線の電化を発表し、これは最終的に電化区間を延長して、ニューヨークとワシントン DC の間の全線の電化につながるものとなった。電気運転はペンシルバニア鉄道本線において、西方のパオリまでの区間で1915年9月11日に電車で始められ、この区間は現在キーストーン回路になっている。 現在は、セプタの R8 系統になっている、チェスナットヒルまでの北東回廊の区間を含む、電気運転は、1918年3月30日に、開始された。北東回廊上のウィルミントンまでの地域輸送の、電気運転は、1928年9月30日から、開始され、さらにトレントンまで1930年6月29日から、開始された。 ワシントンのユニオミ駅のすぐ北にある、K. タワー、北東回廊のフィラデルフィアイナンでは、唯一残っている、信号国所である、ペンシルバニア鉄道の電化はさらに進展し、1932年12月8日から、ジャージーシティのターミナル駅である、エクスチェンジプレイス駅とニューブランズウィックの間で、電気運転が始まり、これによりニューヨークのペンシルベニア駅からの、電気運転が、 マインハッタントランスファー駅より先まで伸びることになった。1933年1月16日には残されたニューブランズウィックとトレントンの間の電化が完成し、これによりニューヨークからフィラデルフィア、そしてその先のウィルミントンまで完全に電化された都市間鉄道が完成した。ワシントン DC までの直通列車はウィルミントンまで河川の下を走ることになり、 2月12日から帰還車交換地点がマンハッタントランスファー駅からウィルミントンへ変更された。同様にフィラデルフィアより西側へ走る列車についても4月9日から帰還車交換地点がタオリへ変更された。ウィルミントンより南の電化については世界恐慌のために1933年に延期されたがペンシルバニア鉄道は なんとか連邦政府からの融資を受けることができたため、翌年から工事が再開された。ボルチモアのトンネルは作り直され、1935年2月10日からニューヨークとワシントンの間で電気運転が開始された。4月7日にニューヨークワシントン間のすべての旅客列車の電気運転化が完成した。 この時点で1日639本の列車が運転されており、このうち191本が電気機関車牽引で448本が電車であった。ニューヨークワシントン間の貨物列車の電気運転は、ニュージャージーとワシントンにおける貨物線が電化されるのを待って5月20日から開始された。ポトマック川を渡ってポトマックヤードまでと、 その沿線のいくつかの貨物支線の電化は1937年から1938年にかけて行われた。ポトマックヤード自体の電化は1981年まで遅れている。営業列車としての北米最高速度、記録 UAC、ターボトレインは1967年12月20日、まだこの区間がペンシルバニア鉄道の管轄下であった頃に、 北東回廊のニューブランズウィック・トレントン間で170.8マイル毎時の営業列車としての北米最高速度記録を達成している。ニューヘイブンからプロビデンス及びボストンまでの北部の区間の電化はニューヨーク・ニューヘイブンハートフォード鉄道によって計画され取締役会によってアメリカが第一次世界大戦に参戦する直前に承認された。この計画は 戦争に突入したことと会社の財務問題により実行されなかった。数十年後、ニューヘイブンとボストンの間の電化計画を含む法案が1976年にジェラルド・アール・フォード大統領により承認された。この計画は1980年以降、レーガン政権の反対によって延期された。この区間の電化は、 最終的に、アセラエクスプレスの運行が開始された2000年12月の直前に完成した。ニューヨークコネクティング鉄道及びヘルゲート橋により、北部と南部の区間は接続されていたにもかかわらず、ペンシルバニア鉄道とニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道が、それぞれ1968年と1969年に、ペンセントラル鉄道に合併し、 そして1971年にアムトラックが設立されるまで、これらの区間は互いにほとんど独立して運行されていた。1970年9月21日からターボサービス以外のニューヨーク・ボストン間のすべての列車がグランドセントラル駅からペンシルベニア駅へ発着が変更となり、ターボサービスも1971年2月1日に変更された。 アメリカにおける都市間旅客列車の運行をアムトラックが1971年5月1日に引き継ぐとすぐにより多くの列車をニューヨークの前後を通しで走らせるようになった。これは部分的にはサニーサイドヤードの整備水準が貧弱であるためであった。グランドセントラル駅は行き止まりのターミナルであったためこの変更により長距離列車の発着はなくなり以後は メトロノース鉄道の通勤列車が主に利用する駅となった。この頃、ニューイングランドにおける鉄道貨物営業は衰退しつつあった。1975年2月26日のコンレール設立の予備計画では、北東回廊の内コネチカット州、グロトンとロードアイランド州、ヒルスグローブの間のすべての貨物営業を廃止することを提案していた。 しかし3月14日、アメリカ鉄道連盟はこれらの区間を再評価して、貨物営業を続行するということを発表した。ニューヨーク州、ウッドローンからニューヘイブンまでのニューヘイブン線のうち、それぞれの州内の区間を1971年1月1日に、ペンセントラル鉄道からニューヨーク州は買収し、コネチカット州は借り上げた。この区間は、 メトロポリタントランスポーテーションオーソリティが運行している。1973年1月27日、マサチューセッツ州はプロビデンス、ストートン線の州内の区間をマサチューセッツ湾交通局のために買収した。1973年の地域鉄道再生法ではアムトラックが北東回廊を買収することを規定し、これ以外の北東回廊区間のすべてが コンレールの設立と同時の1976年4月1日にアムトラックに引き渡された。コンレールはこの区間の全線について線路使用権を保有した。プロビデンスウースター鉄道に売却されたニューヘイブンからロードアイランド州とマサチューセッツ州の境界までの区間を除き、この権利は1999年にコンレールが分割されて南部が ノーフォークサザン鉄道に北部が CSX トランスポーテーションになるまで維持された。アムトラックは現在マサチューセッツ州の区間について運行及び保守を行っているが、ニューヘイブンからニューロシェルまでの区間はメトロノース鉄道が運行しており、これは高速鉄道の営業を確保する上で問題となっている。1980年代に ワシントン DC からボストンまでの鉄道網の大規模な修繕と改良が行われた。この計画は北東回廊改良計画と呼ばれ、ゼネラルレールウェイシグナルによる安全性の向上と信号システムの近代化や、クライスラーによるフィラデルフィアニューヨークボストンにおける新しい指令センターなどを含んでいた。これによりさらに多くの列車を高速で頻繁に運転できるようになり、 後の高速鉄道の運行への準備を整えることになった。また、北東回廊で最も成功した機関車であるイムヌマイナス7型が導入された。この機関車により都市間の所要時間が短縮された。新しい高速列車であるアセラエクスプレスの運行の準備としてアムトラックは北東回廊のニューヨーク以北の区間を1990年代前半に改良した。 踏切は除去され、いくつかの橋が架け替えられ、曲線が改良された。1996年から電化が鍛え、ニューヘイブンとボストンの間の157マイルに渡って延長された。木製の枕木がコンクリート製のものに置き換えられ、溶接によるロングレールで重機浄化された。 ニューヨーク以南のプラットフォームはもともと1960年代末にメトロライナー電車の運行のために建設されたものであったが新しい車両に合わせて改築された。ニューヨーク以北のプラットフォームは全く一から建設された。2017年9月完了を目標にニューブランズウィック駅トレイントン駅間約24マイルをアセラエクスプレスが 時速160マイルで走行できるように現在、工事中である。工事完了は遅れて2020年完成見込みである。2026年完成を目標に、ニューアーク駅とニューヨークペン駅間に新たに、トンネル新線を建設し、現在は、複線の区間の複々線にする計画が、進行中である。ありがとうございます。